暴れ花組は原作森新一郎漫画押山祐一による日本の漫画作品。月刊少年ジャンプ2987年から1992年まで連載されていた。単行本は全19巻。電子書籍版は文化社より配信されている。ジャンルはヤンキー漫画。本作の主人公の二人組の中学入学から卒業までの3年間を描く。 花組の通う中学。2年生からは、成績順のクラス編成となる。通称は地中。島崎市内中学の新任教師で、女子テニス部顧問、女子部員を妊娠させた。天中組地、内中学の花組の一学年下の生徒が集まり、組織している。6年前に、現在のメンバーの県崎の兄が結成した、天中組が初代で、現在は2代目。 暴走族。西蘭高校の振動をトップに、様々な高校や中学を支配下に置く。約20の中学が加盟している番長連合組織。たまり場は、一番長のスナックビアンカ、または、ゲームセンターケアトン。500人以上の構成員がいる。ジライオルの敵対組織。総長とエッコ以外は、全員揃いのジャンパーに、スキンヘッドといういでたちで統一されている。 隆二の親戚の壁地温泉の地上げを企む大森、開発工業の依頼を受け、壁地温泉に卑劣な罠を仕掛けるも、たまたま宿泊していた、女子大生三人組の色仕掛けに騙され、罠を看破される。大森開発工業の社長の息子は、大学の先輩らしい。恐るべき、新竜星の巻番長が出てきた日の巻嵐を呼ぶ、男たち、の巻小だらけの野郎ども、の、 牧男儀のメロディーの牧政治、絶体絶命の牧不良戦線以上ありの真新内、登場、の牧花組最大の危機、の牧男の順調、の巻偽物ラブソディーの牧謎の天中組、の牧男の見せ場、の牧憎まれ、娘の目に涙、の牧赤毛の転校生の牧はめられた花組、の牧男と男に負け話、の牧父 VS。 松中番外編の巻花組より当時の巻ありがとうございます。